はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3、今回はネクロゴンドの洞窟ですね、やっていきたいと思います。で、ちょっと思ったのが、まず盗賊稲妻の剣持たせて使います、使えない。これ装備できる人じゃないと使えないんだ、なるほど。で、先生イオラ通れば強くないって思ったんだけど、ちょっと甘かったです。なのでガンガン行こうぜ。で、勇者はまたあれを装備してる、なんだっけ、ブーメラン。じゃあ勇者が使った方がいいのか。ザキ一の根を止めた、やべ杖。じゃあ稲妻の剣は渡すで、装備できるの勇者しかいないからな。そうか、使えないのか。勇者ちょっと攻撃遅いからな。稲妻の剣使う、あ、使えるね。え、稲妻の剣って戦士装備できる？そしたら戦士に持たせるのはまあまあまあありかもしれないね。いや強いわやっぱり。イオラ覚えてほしい。っていうかトロール強い、普通に。もうこの段階で突破できるか分かんねえんだけど。やべ、ナメプしてたら、あ、倒した倒した。よし、賢者がレベル17。ザメハ、次あれ薬草いっぱい持ってきた方がいいか。まあ、1万5000あるからな。死にたくはない。で、勇者もだから稲妻の剣だよ。もう使うよ。早めに動いてほしいな、そうすると。なぜか早めに動けんだ。イオラは当たるね。しかもマジ強え。炎のブーメラン。手に入れたら、これ盗賊に装備させるか。ムチとどっちが強いかな。まあそれなりには当たるよね、ムチ。単体だからな。ベラミ、これはね来るんだよ。いかずの杖。うん、やっぱりここら辺の強い使える武器を使っていくと割と楽だな。これを知ってるかどうかでね。ただまだ洞窟にすら入ってないし、ネクロゴンドの洞窟はもうさすがに覚えてないかな。洞窟内部は適当にちょこちょこレベル上げのために行ってただけだから。ヒャダルコも、まあ、当たれば強い。いいねいいね。さあでは入りましょうって思ったら入れなかった。まあ40は当たるか。まあミニデーモンだからな。賢者のマジックパワーがつきたら、まあ祈りの指輪2、3回唱えるのもありかな。壊れちゃうけど。中丁場になるからね、道覚えてないから。敵も強いんだよね。ここから出始める敵がいるから、まあちょっと適当に。なんもない。レベル上げのためにすげえ適当に言ってたから、どこをどう言ったかも覚えてない。地獄の騎士。賢者30か。まあ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 、焼けつく息。2回攻撃してくるか、こいつら。イオラは通るな。キャタルコとか通らない可能性あるな。よし、通った。ベギラムがやっぱ通りづらいのか。でした。なんもねえ。こっち。また地獄の騎士か。お、いいね。どうだ、倒せるか。倒せない、誰も倒せない。あ、効かねえし。イオラ効かない可能性もあるのか。
イオラ効かない可能性があるんだったらヒャダルクも効かない可能性があるよね。オッケーオッケー、ノーダメできたんだよ。ノーダメ撃破は結構いい。盗賊も26レベルか、早いな。僧侶も24、勇者より遅れてる。結構死んだからな。あ、ザオラル、ようやく覚えた。オッケーオッケーオッケー、だいぶ楽になるな、これで。さて、こっからどうする？穴って落ちるんだっけ？なんかちょっと遠回りしていく気がしたんだよね。効かない、ミニデーモンに効かないか。殴れ。ちょっくら怒ってみよう。で、落ちました。あれ、階段があんな。あれ、これ戻ってきた。あ、戻ってきてんね、これ。ライオンヘッドがいる。魔法とも唱えてきた。マヌーさんも唱えてきた。まあ、踊る宝石だけど。あれ、踊る宝石何回攻撃した、こいつ。踊る宝石効かないか。攻撃して倒そう。ボミオス255下がったとか。下がりすぎだろ。ああ、ちょっと戻ってきたな。あれだって、この先に行ってライオンヘッド、ベギラマ、いや強い、効かねえ、マジか。マホトーン、ヒャダルコ、ヒャダルコは必要。ヒャダルコ入ったな。ちょっと一回上がろう。で、あっち側に行きたいんだよね。ここ落ちんのかな、どっか。向こう側には、あの、普通には行けないんで、ゲーしびれたキアリク唱えたんだけど、珍しい。別に唱えなくてもいいよ、そんなの。倒せんだから。イオラが入ってくれれば。これちょっと落ちよう、落ちてみよう。で、あー、どういう感じだこれ。ここの落とし穴はちょっと怪しいよね。マヌーさん、うわ、包まれた。効かない、倒せない。どうだ、2人は倒してくれ。よし、 OK、 イカズチ倒してくれ。 OK、 いや、イカズチの手マジ強い。あとはもうちょっと当たるまで待つしかない。こいつに魔法は効かなそうだからな。魔法耐性めちゃくちゃありそう。で、踊る宝石ってめちゃくちゃ金持ってんだよね。1242円。賢者レベル18だ。賢者はもう21になるまではあれ覚えないからね、魔法使いの魔法。え、これって失敗したか。しかも普通に攻撃をしてしまった。まあいいや。地獄の騎士やっぱ2回攻撃だな。でもまあまあまあ攻撃力は入るな。どうな、とにかくあそこでも落ちるのはあってそうだな。だ、そこからさらに落ちちゃったのがいけないんだ。いや、冷たい気、これ結構なんだよね。あ、そうでもなかった。2種類入ってくるか。ライオンヘッドがなかなか効かないな。ザキ強っ。てか、マジックパワーがちょいちょいやばい。
これ勇者で、本味で回復させよう。勇者は今そんなに使わないから、まあリレミットくらいだからね、使うとすれば。リレミット8使うから、意外に使うんだよね。ああ、ホロゴーストも効くのかな、なんか効かなそうな感じはするけど。まあ、一応打つだけ打ってみよう。あ、全く効かねえ。ザラッキーはまずいでしょう。うわー、死んだ。しかも、命の石砕け散ったな。しかも、戦闘中に蘇らせんだよ。もういいよ、戦闘中は。敵を倒すことに集中してくれれば。まあ、ただ、ザオラルがあるから、まあ、このまままだ進んでいけんな。もう死亡者出たら、レベルがだいぶ遅れちゃうから、戻りたいんだよね。で、ちょっと待ってね。こっち行きます。ミニデーモン。いいよな。まあ、こいつらは全然楽勝だな。ミニデーモンマジで助かる。で、落ちた先の、じゃあこの階段に行ってみよう。どこに出る？お、こっち側出たじゃん。そうよ、そうよ。で、これ下とかどうなってんの？ちなみに。これは殴っとこう。勇者殴って83。焼き付く息はまあまあまあ、そんなにかからないね。麻痺にならない。なんか、落ちるゾーンになってんな。で、ここに来て。ちなみに宝ってあんの？あ、ここのフロア宝ないから。オッケー、ガメゴンロードとか。こいつ魔法カンタ使ってくんだよな。ちょっと一回稲妻の剣使ってみよう。作ると最悪。まあ、クロストリズムだって出た。これ跳ね返されるかな。効かなかったんで。跳ね返されはしなかったけど。効かねえ。ザキ死なない。どうしろと。殴るしかない。いや、スクールと無理だよ。ルカナン捉えるか。あ、でもあれか。魔法カンタ捉えられてんだよね。奇襲に。賢者で1だよ。これ、イカズチの杖はさ、魔法じゃないから。あ、通るんだ。そういうこと。盗賊ダメだな。長期戦になるぞ、これ。イカズチの杖がどれだけ入るか。全く通らないってことは、稲妻の剣も打って良さそうだな。いや、僧侶食らうときはめちゃくちゃ。ああ、ダメだ、入らん。でも全く入らん。地道にやっぱり殴った方がいいか。いや、効かない、全然効かない。しかも火炎入ってくんのかい。いや、入らねえ。盗賊はもう無理だよ。賢者も無理だよ。あ、倒した。1ダメージ倒した。入れ。マジ長期戦なんだこれ。これ入ってくんないの。何パーくらい確率。よし、刃の鎧。9ダメージも今貴重なダメージソースだから。10%も入らないんじゃないか。あ、火炎来た。死ぬなよ。もういいよ、回復してくれればいいよ。よし、ガメゴンロードめちゃくちゃめんどくせえな。レベル25、ガンガンレベル上がってくな。ただきつかった。本に1回ずつ唱えよう。で、これどっちから行く。一番下から行くか。出たー、ガメゴンロード。先にぶっ殺しとこう。魔法カンタを唱える分には大丈夫。とりあえず一発入れときたい。勇者の攻撃で。ほら、47。ザキ息の根止めた。すげえな、ザキ。あー、スクルト入れられた。これやるともう通らないよ。まあ、イカズチの杖はマジ入ってくれたらラッキーっていうところだな。いや、この間に火炎打たれるのか。もうマジックパワーがない。踏破できるかどうか微妙な。1
って勝ち。よし、刃の鎧。ちょっと濃い目2回ずつだな。これ1回でいくか。ここを突破できれば、いや最悪だ。稲妻の剣を使う。敵の数を減らせたらでかいけど、あ、ライオンヘッド当たった、ラッキー。しびれて動けなくなった。その代わり気を引く。余計なマジックパワーを使うな。あー、ベギラマ来たか。僧侶のマジックパワーがもうない。コイミのコイミのコイミのコイミ、最後脱出できる分のリレミトは残しておこう。やっぱりなかなかガキつけ、1体しか当たんなかった。殴って倒せるっしょ。薬草もちょっと30個くらい常に持っとこうかな。回復には全然使えるかな。ちょっと下から違う、もう一個一個しらみ。おお、これはでかい。殴ろう。一体ずつ確実にみんなの攻撃で倒す。マジックパワーを使わず。よし、オッケー。そしてレベルもアップ11。どっちだ、右へ行くかで、ん、どうなってるこれ。これは多い敵が。イオラがどれだけ入るか。いや、勇者めちゃ食らってんな、まずい。敵の数を減らすのも悪くはないんだけど、ベギラマーやばい。まあまあほとんどしょうがない。ダメージを食らわなかっただけよしとしたいけど、全然当たんなかった。ヒャダルコ倒せ、殴れ。マホト危ねえ。ベギラマとかよりは全然マシだから。痛い。ちょっとまたホイミ1回掛けだな。僧侶25。三振12使うのか。ベホイミはまだ覚えてないんだよね。どっちだこれ。出たー、画面ゴンロード1回殴っとく。魔法カッター最初に、大体魔法カッター来ないな。いやー賢者マジックパワーがないっす。入ってくれ。いや5%くらいかこれ、入るの。火炎かよ、ここに来て火炎は痛い。やばい、ちょっと逃げ帰るかもしれない。いやー使った。死ぬマジで。2回勝ったな。いやいけねえ、最悪です。うん、どこだ、ちょっとわかんない道が。いやもうベギラマで終わりだ。勇者のヒットポイントもないし、僧侶もマジックパーないし、効かないし。地獄の騎士の何気に2回攻撃かな。賢者か僧侶に飛ぶ確率が高くなるから。ベホイミだっていくつ？5か。
これでソウルマジックパワー完全に切れたな。え、ちょっと待って、マジでどこだ？これがネクロゴンド最強の洞窟。ライオンヘッドは効かなそうだから、ちょっと殴ろう。こいつベリルマ使ってくるからな。痛い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 。倒せるでしょ。で殴って倒せるでしょ。よし、シャタルコが使えないから結構辛いね。またさらにこっちか。もうさ、次来た時さ、わかんねえんだけど、どっちへ行けばいいのか。あっと、戸惑ってる。稲妻の剣、剣じゃもう攻撃するしかないか。でフロストギズモはもう絶対効くでしょ。あれ違った、今あれだった、イカ槌の杖の方か。オッケーオッケー。で27レベル。盗賊のマジックパワーがマジで無駄になってるかんな今んとこ。モロハの剣とかいらなすぎます。あれいけね、下から下からって感じだな。なんかこれで上に行けるか。出たー。もうガミゴンロードちょっと無理だ、逃げよう。キャダルコ唱えられた。もうドンダルキア並みになんか苦戦してんな。死んだ。ここ逃げよう。世界中の歯があるからね、蘇らせられるっちゃ蘇らせられるんだけど、逃げ帰ります。無理です。ちょっとアスタラムまで帰ります。多少の道は覚えたからレベルも上がってるしね。ちょっとまた同じところまで生き返らせていきますか。金めちゃくちゃ溜まってんな。じゃあようやくここまで戻ってきました。あと少しだと思うんだよね。でまあ全然マジックパワー余裕ってわけじゃないけど、それなりにあるんで。ガミゴンロードがねやっぱ一番厄介。基本ガミゴンロード出たら逃げてっから、あいつめんどくさすぎる。攻撃してもよかったな。まあ僧侶のマジックパワーがまだ全然あるんで、回復に余裕があるからね。来るときにトロルの痛恨の一撃食らって勇者死んだけど、今ザオラルがあるからそのままね、僧侶が落ちなければ全然大丈夫。あーガメゴンロード逃げよう。回り込まれた。秘書って魔法カント打ってくれるからな。あとフロストギズモがどれだけキャダルコ打ってこないかだけど、結構壊滅的になるな。これ次逃げられなかったらまずいぞ。あーやばい、攻撃してくれ。冷たい気だったらまあまあまあ、キャダルコじゃなければ OK。 いや逃げられん、火炎入ってきたしやばいですこれ、壊滅になってる。いやマジか、死ぬ、死んだ、僧侶死んだけど、これ逃げられれば世界樹の初顔。これはどこだ、1枚だけある世界樹の歯。誰か持ってるんだっけ。言ってた、僧侶死んだら生き返った。で満タンにしようもこれは。ちょっとどんだけマジックパワーを使おうか。もうガミゴンロードだから超やだ。でここで出たよね。よしよしよし、敵出てもうフロストギズモは楽勝。世界樹の歯持っててよかった。稲妻の剣、おレベルもアップしたし、よし80。バギマ、なんかようやくっていうか今さらって感じもするけどな。バギマどうなの。でおっちゃん、なんとここまでたどり着くのがよかった。いやめちゃくちゃ苦労したよシルバーオーブ。お前なんでこんなとこにいんだこの大臣みたいなハゲ。そなたならきっと魔王を打ち滅ぼしてくれるだろう。伝説の不死鳥ラーミアも助けとなるって言ってるけどさ、これ最後のオーブじゃないからねまだ取ってねえのあるから。え1個あんの。レミラーマ、ここか。よし小さなメダル回収。ではではでは、ちょっと
スーに行って、承認イベントはやっちゃおう。マジックパー47か。まあ大丈夫だな。このまま行くか。で、商人がいて、奴隷です。見違えたでしょ。知らん。お前など知らん。ん？どうすればいいんだこれ。一回出て、もう一回入って、あ、増えてる増えてる。お店が増えてるね。寝てるけど。怪物メイトって奴隷にはどうしもできん。宝がなければ用なしだ。おお、町になってるじゃないか。宝がなければ町にすら用はない。一応ちょっと、あ、でも夜にしないといけないイベントとかあったよね。話は聞こう。ガイアの剣、大地を司るその剣。あ、ここでね、情報を手に入れるのもあるのか。ここはまだ作ってんな。おい、奴隷、頑張れ。私ですよ、奴隷ですよ。自信に満ちている。奴隷としての、矜持を持っているか。お姉ちゃんは、大きな町になる、そんな気がする。町がどんどん大きくなる。ないね。発展途上のところでなんか小さなメダルとか普通にあった気がするから。おお、めっちゃ栄えてる。奴隷バーク超や、奴隷様が作った街とか成り上がりの物語だな。品物をここへ届けに来る。見違えるほど大きくなった。道具屋、あ、まあ普通に一般的な道具屋と同じ感じにはなってんね。宝はない。奴隷様働かせすぎる。いやー、奴隷として奴隷やりすぎ。奴隷だった時のやっぱ恨みがあるんだよ。クソみたいな。ゾンビキラー、裁きの杖、魔法のそろばん、魔法の前掛け、承認用のものが揃ってんな。でもアイテムはないって言ってるからね。タンスとか調べてもしょうがないから。シルバーオーブ、ネクロゴンドの祠、ネクロゴンドの山の頂、たどり着ける者がいるとは思えない。一旦これであれか、打ち止めか。もう一段階大きくなるか。奴隷様のお屋敷だ。ここは二つだけ回収していくぞ。金のくちばしって何、超怪しいの持ってんな。この町もやっとそれらしくなった。まだまだです。まあ見ていてください。よし、小さなメダル。あれ、これで炎のブーメランいけんじゃねえか。で、この次が最終形態かな。ん、どうだ。あ、劇場もあるし。これが最終形態か。ちょっと劇場見てみよう。お通りください。あ、ある。二つある。脱げーって。いいところを町に作るとは。え、これ何？解放してください、いいよ。脱ぐ系なの？ガーターベルト。ウサ耳バンド。ステージまで上がってくる。あ、お触りダメ？じゃあつまんない。もう最高。あ、これでぼったくりか。いいよ。マジでぼったくりだよ。何も頼んでないよ。まあ、おさわりしようとしたけどね。ってことは、じゃあここで、夜にして、闇のランプで。で、密談してるやつらがいるから、そいつらの話、まあ普通にここか。奴隷あっていう町のものどう思ってるか。奴隷様をお休みだ。あ、こっちか。あ、ちょっと待って。あまりにも、このままでは。こうなったら革命を起こすしかないか。奴隷様のやり方はあんまりです。まあ、奴隷だったからね。
あ、町が。もう奴隷だけの町ではない。一応兵士がいるんだな。金で雇われた兵士。奴隷というものはこの町の創始者と聞く、なぜ牢に入れられているか。牢獄。奴隷が悪人をとなるために作った。自分が入れられている。もうやってて開けられるよ。あれ。勇者さん、私ですよ、奴隷です。みんなのために思ってきた。私の屋敷の椅子の後ろ。何がいけなかったのか考えます。あ、なんか結構偉いね。心はありがたい。もう会いに来ることなんてねえよ。これでついに革命が起こった。じいさんはなんかあれだよね、ただ見守ってるだけだよね。よし、これでイエローオーブも手に入れて、オーブが全部揃ったはずなので、一番近いところってどこ？ランシールか。飛びましょう。というわけで来ました、不死鳥ラーミナの神殿っていうか初めて来たからなここ。オーブって勝手にやってくれる？え、やってくんない？足元を調べただけだし、なんでもいいや、適当に捧げとこう。色は関係ないか、どこに何色とか。シルバーオーブ。あと誰が持ってる？ブルーオーブ。ちゃんと足りてるよね。あ、レッドオーブ。でグリーンオーブ。ない。何がないんだ。あと1個がわからん。え、あ、イエローオーブあったわ。賢者が持ってた。よし、 OK。 オーブのエネルギーで蘇るのか、てか生まれるのか。あれ、自分で行かなきゃダメ。震えている。この日をどんなに待ち望んでいたか。なんか卵に入ってる大きさじゃないよねこれ。でかすぎでしょ。もっとでかい卵であってほしい。これに4人乗せるのか、それにしては小さいよな。どっか行っちゃったんだけど。不死鳥ラーミア、蘇った。心正しき者だけがその背に乗ることを許される。均等みたいな感じだな。不死鳥は蘇る。盗賊でも結構弱だぞ。あ、地図を開く、降りる。というわけで、おっそ。不死鳥ラーミア、手に入れることができましたので、まあ次はバラモス城ですね。また例によってこのレベルでいけるかって言ったら結構怪しいんですけど。まああとは、アリアハンで、またメダルを預けて、もらえるものをもらってやっていきたいと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。